当てています。準備感動、OK、今日は何を作るんですか。お寿司、はい、じゃあ教えてあげて。今日は、はい、今日はお寿司屋さんで遊びます。早速開けて、はい、じゃあ助手のパパが開けさせていただきます。楽しいお寿司屋さん。初めて作るんだけど、パパ大丈夫かなこれ。大丈夫これ。なんかあ、切ってこれお皿にできるんだ。ちょっと準備が必要かな。点線に沿ってハサミで綺麗に切ってね。だってちょっと待って、パパハサミ持ってて。ハサミで切りますね。じゃあもうそろそろハサミ練習するか。うん、ね、まずは一回切りからやな。あ、取ってみて。オープン。おー、何これ。すごい楽しそう。早速じゃあ見てみよう。それを広げる。お寿司屋さんだって。よし、じゃあまず最初作り方1、ご飯を作ろう、うん、すごいね、見てこれ、うわすごいいっぱいだ。トレーの1のくぼみの内側にある線まで水を入れます、はい、トレーの1のくぼみの内側に、あ、水を入れるね、はい、水をじゃあここに1番、あ、これをスポイトでチュー、はい、うさぎくんここに押してチューって入れて、上手、いいね。もう一回いきますね。はい。チュー。上手じゃん。すごいじゃん。はい。一回。どうぞ。チュー。うん、上手。結構必要だった。うん、結構必要。あと4回ぐらいです。チュー。あといけるかな、あと1回やるよ。よし、最後だ、いけ、せーの、じゅー、お、いいね、オッケー。じゃあ次、トレーの渦が書いてあるところの、トレーが書いてある渦、トレーの渦が書いてあるところの横にある、ご飯でしょ、あ、本当だ。そこにご飯が、ご飯こっちでしょ。はいはい、すいません、失礼いたしました。これだ、それこれだ。ご飯の素を入れ、まとまるまでよく混ぜます。はい、じゃあここを開けて、このお水が入ってるところにこれ入れてみて。はい。おお、いいね。上手だ。で、これを混ぜ混ぜしてください。混ぜ混ぜ。いいね、ちょっと待って。出ないように、ちょっと。すごい、ソーダの匂いが。いいよ、もう一回、ぐるぐる。お、すごい、固まってきた。ほら、固まったね。おいしそう。
美味しそう。本当にそう思ってるんだろうね。で、匂いがするんじゃん。すごい、匂いかいてみせらもん。どんな匂いする？いちごか。お、いいんじゃない？お、上手じゃん、セラ。よし、オッケー。そしたら、はい。紫、うん、茶色、うん、チョコ、チョコ遊びます。はい、じゃあ次2番、トレーの渦が描いてあるところの横にある線を水を入れます。じゃあこれやります。これと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 これやります。渦が描いてあるところのこれとこれどこの線まで水これとやります。いいんだよね。ここだよね。ここ。ここに水を入れてください。OK。なんかさ、すごいね。あ、違う、違う、こっち。そうそうそう。手でこっちね。うん、はい。これここに。OK、上手。ちょっとこっちね。そしたら、そこに卵の素を入れてよく混ぜたら平らにします。次は見て、黄色い卵の素、これを入れるんだって。ここ、ここに入れて、ここ。おお、すごい。何色になった？卵になった。え、一緒だね、これと。セラ、これ何色？うん、レモンの。あー、レモンの色か。確かに。じゃあこれセラ、これ混ぜて、はい、くるくる、せーの、くる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 。お、オッケー、上手。いいよ。仕上げはお父さんだね。じゃあピンクをつけてみます。ちょっと先走らないでください。これよく混ぜないと絶対いけないんだよ。これとこれとやります。平らにして3分待ちました。うんね、3分ね。落ちた。ちょっと待って、じゃあこっち。ちょっと落ち着いてさ。ちょっと先走らないで。ピンク0。はい、では次、トレーの波線があるところの横の、そうだね。はい。では次こっちです。セラ、ここ。ここにお水を入れてください。もう一回。ここ。こっちじゃないの？違うの。こっちなの。大丈夫。合ってるよ、セラ。オッケー。はい。もう一度。オッケー。いいねー。したら次は、じゃじゃん、マグロの素。マグロ？うん、セラが好きなマグロだよ。え？食べたことないけど。うん、食べたことないけど、食べたことないけど、ただマグロが好きっていう。いちごになった。いちごになったね。じゃあこれ、ちょっと待って、マグロ混ぜるから。はい、優しくね。そう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 、セラ混ぜるの、混ぜるの、くるくる混ぜる。オッケー、見て、美味しそう。美味しそうだね、本当だよ。じゃあ、茶色開けてみます。20分ぐらいかかりそうだな、これ。大丈夫？倍速、倍速で。まだ3番だよ。トン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 タン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 。パパトンタ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 ン。ちょっと飽きてない？飽きてるよね。飽きてる。なんか多すぎるね。
ハメジは飽きてる。いつ食べれんだろうね。本当だよね、これ。対象ねえね。いくつなの？よし、まあいいです。そんなことは気にせず行きましょう。じゃあ、はい、これ次は海苔を作ろう。海苔だって。海苔？海苔を作ろう。海苔。海苔の大きさガイド。それ切って広げるんだって。切って広げるのか。セラ君飽きないでね。パパ一生懸命頑張ってるから。そんな簡単に食べれるんじゃないんだよ。飼育菓子っていうのはね、ねる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 ね倍以上の労力が必要なんですよ。だってセラこれ好きなんだもん。好きなの好きなだけで世の中うまくいかないんですよ。ミロリオレンジ。はい、できました。じゃん、おしゃれ。はい、はい、でこんな感じで、はい、海苔を作ります。これは黒いソフトキャンデーちょっと言って。ソフトキャンデー。ソフトキャンデー。はい、お、すごい、全部同じ匂いがする。何味なんだ。これを、あ、伸ばしてごらん。はい、伸ばしてみて。ビヨーンって。せーの。ビヨーン。うわぁ。パパがやるわ。はい、任せて。これに伸ばせるんだって。こんなんな。2歳児にできるわけないよな。難しいな。24歳児でも難しいわ。緑、青、ピンク。大体これじゃなくて、はい、できました。で次、最後、イクラを作ろう。イエーイ。イクラか、イクラこれ。そうだよ。もうお水、ちょっとパパ入れちゃっていい？ペーって。いいよね、いい。一緒に入れるか。せーの。あー、早っ。これでよかった、最初からね。よし。じゃあ次、B。B が、B、これだよ。え、あ、いいんだよね。はい。待って、セラ。セラのこれだ。トレーの A の線まで入れました。イクラの素 A を入れて、A の A、溶かします。水の中に、ね、B の横に。ちょっとセラちょっとパパ一人になっちゃうから、ちょっと座ってセラ頑張ろうぜ。セラ、いくら作るの面白いよ。やってごらん。なんかやらせてるみたいになってるね。なんでじゃあセラこれがやりたいっていうからパパやってる、一緒にやってるのに。これセラやってみたいなって選んだんだよね。でもね、ねえ、パパと一緒にやろうとか言って。まあまあまあ、あ、A に入れんだ、水の中に。だって、はい、じゃあここに入れてください。せーの。OK。 ちょっと混ぜるのパパやるね。もうパパっとね、任せて。混ぜるの得意だから。じゃあここ次、はい、B も入れます。はい、いいだ。これも入って、ここに入れてください。え、いいんだよね。あ、隣にでしょ。横に、あ、間違えた、間違えた。ごめんごめん、危ない。まず水を入れる。はい、水を入れて、よし。ここに、あと、はい、これ入れてください。せーの。オッケー。上手。いいよ。待って、パラパラパラ。パラパラ。OK。で、よく溶かします。OK。先生、ここで。うん、え、上手じゃん、セロ。くるくるやってごらん。くるくる。すっごいいい匂い。ゆっくり。
よし。で、これで、すごいよ。見ててごらん。見ててごらん。やってごらん。はい。これで、お水を、ピューほら。で、これをここに入れてください。せーの。ゆっくりね。あ、ちょっと待って。パパと一緒にやろうか。ほら。いくよ。それいくよ。パパと一緒にね。せーの。ちょん。あ。ちょん。ちょん。ちょん。見て。すごいね。どうせら。いくらできてる？できてる？できてる。すごいね。もう一回やってみようか。それ待ってみる？それゆっくりね。ちょんちょん。おお、うまいじゃん。もうちょっと上から。せーの。おお、いいじゃん。なんか。上手。上手。うん。うん。うまいうまい。上手。オッケー。ちょっと、ちょっと、それ。で、はい、お、でもできてるんだよ。あ、いいじゃん。ちょっと持ってごらん。ほら、すくってごらん。おお、うん。よし。オッケー。で、さあ、お寿司を作ろう。こっからお寿司を作るんですね。頑張りましょう。はい。じゃあ、まずは、パパ見てて。はい。お寿司ちょっとこうやって持って、はい、お寿司のご飯を作ります。いくよ。せーの、このぐらい。にぎ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 はい、こちらもうちょっとじゃんね、ここに置くのかって。そらそら見て、お、ちょうどいい。そらこんぐらい、こんぐらいの大きさ。もうちょっと取ってごらん。もうちょっと取ってごらん。よいしょ。おいしい。あ、もうちょっとでいいかな。これもこれも一緒に。よし、はい。にぎ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 、お、いいね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 。お、すごいお寿司屋さんみたい。お、お寿司屋さんじゃん。そう、できたらこうやってポンって置いて、頑張れ。ちょっとお汁ひと持ってくる、うん、よいしょ。できた。あ、いいや、先に。 かわいいじゃん。できてからにしようか。全部、お、いいじゃん、それ上手。まだ作れるよ。はい、いいね。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。あいらっしゃい。はい、お待ち。よし、あと1個。それあとここに1個。お、いいね。大きいサイズだ。おお、いい、上手じゃん。すごいじゃん。はい、じゃあ、決定拭こうか。で、じゃあ、セラー君、どうしますか？まずは、はい、お寿司のネタがたくさんあります。はい、今日のラインナップ、マグロ、卵、イクラございます。どれにしますか？これ。どれ？イクラ？よし、じゃあイクラはまずは、はい、これこの作った海苔を巻き巻きするんだって。はい、これで、あ、そうだね、そうそうそう、くる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 。オッケーオッケーオッケー、上手上手上手。これ考えてたらすごいな。オッケー。いいんじゃない。よし、セラ、ここにイクラを乗せましょう。はい、イクラをすくってください。ここイクラをすくって、
はい、ここに乗せてください。ここ、すげえ、めっちゃイクラなんだけど。はいはい、もう一回。めちゃくちゃイクラなんだけど。はい、すごい、食べる、いいね、大盛りイクラで、大盛りイクラ完成で食べたいって。ちょっと待ってよ、そら醤油も作れるんだぜ。醤油どこに作れるの。あ、ここに作れるんだ。ちょっと待って、これじゃ一回ご飯一回横に置けようか。そら、ちょっと待ってよ、ちょっと今パパ醤油作っちゃおう。半分くらいの水を吸って取れるの。ちょっと待ってね、やっぱ今急いで。シェアもやる、やる。じゃあ、はい、ここに、せーの、シューシュー、オッケー。で、はい、これ大丈夫？はいよ。はい、ただこれ入れて、はい、大丈夫？これ入れて、ここに、いいんだよね。オッケー。足りるんでしょ。うん、半分ぐらいって書いてた、スポイトの。うん、これ何？どんな匂いした？黒いの匂いした。黒いの。よし、したら OK、 もうできたよ、完成、完成です、イエーイ。で、最後これ、はい、この醤油を、はい、醤油をここにつけるんだって、いくらに一回ちまい。よし、いくらにつけてごらん。うわー、いいね、たっぷりだ。はい、できました。あ、ごめんごめん、どうぞ食べてください。いただきます。いただきますわ。いただきます。はい、思いっきりいけ。おいしい、おいしい。これパパ食べてもいい？パパの食べたいんだけど、食べてもいい？うん、いい？うん、いただきます。うん、ちゃんとイクラみたいな食感するんだけど、何味？セラ、ちゃんとプチプチ。何の味する？バナナ味。ブドウか、うん、おいしいね。じゃあ次はマグロか卵、どっちにしますか？これにしよう。卵にしますか？すごい、見て、ちゃんとできてる。はい、じゃあこれ持って、あ、落ちちゃった。ここに乗せて、ご飯の上に。しゅー、酸っぱいから。うん、酸っぱい、酸っぱくないよ、それは。せら、大丈夫、酸っぱくないよ、大丈夫。黄色いやつは酸っぱいわけじゃない。せら、せら、見て、これを醤油もう一回、はい、しゃかけて、はい、オッケー、美味しそう。いいよ、さあ食べてみて。卵だよ、卵。できない。ん、持ってごらん。おいしい、おいしい。よかった、漏れなくご飯だけ残ってるけど。いつもと同じ、いつもと同じ。どう、おいしい、おいしい、よかった。ママにも作ってあげようか、じゃあ。うん、作ってあげよう、やばい。ママにも作ってあげよう。こっち座って。もう飽きた？ん？飽きた？疲れた？もう飽きたの、でも。ママにもあげる？ん？よし、座って。ママにも作ってあげようぜ。え？よし。じゃあ座って、はい。いらっしゃいませーって。いらっしゃいませ。セラ君、お寿司屋さんですよーって。
ちゃんくんお部屋ですよ。はい。こんにちは。何にしますか。じゃあ何にしますか。大将マグロでお願いします。はい。見せてください。大将、じゃこちら、はい、半分にして、マグロ、マグロは何だろう、こっち、マグロは、マグロ、うん、あ、マグロこんな感じです。どれどれ、あ、これか、うん、それでお願いします。よし、かしこまりました。ご飯があるところ、ご飯があるところにお願いします、大将。よ、お、もう一度、もう一度、もう一回、せーの。マグロ帰ってきましたって。大将、大将、ほら、ママに、はい、お待たせしましたって渡さないと。はい。これこれこれ、お待たせしました。お待たせしました。おならしておおならする大将どこにいるんだよ。おならしながら、あれは、あれはおちんぽーされる。ダメだ、もうダメだ、怖い、おちんぽーされる。でも長すぎるね、やっぱり。ダメ、あれは、あれは大将、いただきます。大将、大将、いきます。じゃあ、シャンはこれ食べます。どうぞ、食べてください。大将、いただきます、マグロ。ほら、はい、食べるってよ、ほら。いただきます、はい、いただきます。フォークは、うん。なんか、本当にお寿司食べてるみたいな。本当にお寿司食べてるみたいな顔してるじゃん。ブドウです。うん、大将ありがとうございます。これも食べてください。うまいから。シャリだけですか。うん。ありがとうございます。これもです。もう飽きてるやん。もう飽きてるやん。閉店、うん、ありがとうございました。大将閉店です。うん、うん、うん、うれしい。見て、これは全部。